前半戦がスタートいたしました。右から左に攻めていきます。アウェーの栃木ボールのキックオフです。3バックの中央、グティエレスがロングフィード、低いボール、ニアへ、セカンドボール、もう一度岡には縦に運んで上げてきた、逆サイド落として、左足、栗本の落とし、最後はダイレクトで蹴り込みました。新里亮、大宮先生、セットプレーの二次攻撃からでした。まあ、新里選手最後このダイレクトで左足で、まあ、簡単ではないですからね、このどこに落とすか、どこまで落とすかっていうのが難しい中で、中野ヒールで流す、山崎が行く、山崎取り返す、山崎残し、さらに後ろから小野がサポート、中野が引き取ります。柴山、中、小島浮かせて、中野だ、大宮追加点、63分、流れるようにサポート押し上げて、最後は中野、強烈な右足、左のポストを叩いてインゴールへ、抜け出していってますから、まあ、最後の小島選手のパスも素晴らしかったですし、そうですね、鈴木、川田がボールを収めます。川田、山崎入った、中野、中野今日2ゴール目、大宮リードを広げます、3対0。まあ、素晴らしかったですね、はい、まあ、山崎選手のドリブルも素晴らしかったですし、まずこの決め切るということですよね、はい、中野選手、ここの山崎選手のパスを中野選手がちょっと右の外側に止めて、で本当に止めてすぐシュートを打つんですよね、そしてしかも逆サイド、黒崎、スペースへ、高萩、森がもう一度受ける、森左足のクロス、根本だ、素晴らしい、使ってもよかったのかなと思います、はい、後ろ下がりながらですから、まあ、非常に難しいですからね、そしてここで長い笛、タイムアップのホイッスル、3対1。